トヨタ産業技術記念館内に展示されている無停止被害式トヨタ自動食器力食器とは機械動力式の食器のことである。最初の機械動力式の食器は1785年にイギリス人エドモンド・カートライトが製造したパワールームで日本語の力食器はこの畜語訳である。力食器はそれまでの手織り機に代わって織物生産の主役となり、 産業革命を主導した。以降、手食器の使用は工芸品や伝統的な布を作る場合に限定されるようになる。特殊な用途に応じた素材を扱えるような食器や効率的に最大量生産できるような食器も開発された。食器はもともとシャトルを用いて横糸を通しており、このシャトル式は20世紀に入っても標準的だったが、20世紀初めには、 より早く効率的なシャトルレス食器も発明されていた。日本では津田米次郎が国内初の津田式力食器を開発。津田式力食器は水、のぼる雄太郎によって工場生産に導入された。エアジェット食器は空気を噴射する力で横糸を通す食器で天然素材など様々な糸に対応でき安価な布の大量生産を行う工場や 先端的な織物工場で導入されている。ウォータージェット食器、または花木と呼ばれる特殊な食器で二式を織って世界へ輸出していた。この食器では体重の軽い子供が食器の上に引き上げられ、縦糸の複雑な揚げ下ろしを下からの指示通り行って文様を作っていた。日本には奈良時代に輸入され、桃山木以降、 空陰器という名で西人など各地で使われた。17世紀にはヨーロッパにも紹介され、ドロー食器と呼ばれる食器の横に高いはしごがついて職人が上に登れるものになった。1800年代、フランス人、ジョセフ・マリージャカードは穴を開けたカードを使って穴のウムで上下する金属バリーと一個一個のシャフトを連動させて、シャフトを個別に上下させ、 カードで指示された縦糸だけを開口させ、横糸を通して、カードで指示された通りの模様を自動的に折っていく、食器を開発した。最初は人力であったが、後に力食器に応用され、一度カードをセットすると、すさまじい速さで横糸を折っていくことができるようになった。また、このパンチカードが、解析機関やタビュレーティングマシンなど、 コンピュータの祖先と言われる19世紀の計算機に応用された。その後、ジャカード食器はパンチカードに代わりコンピュータを用いるようになる。水力や電力などを動力とし、縦糸を切断するときの運転停止や横糸の供給などが自動的に行われる食器を自動食器という。ありがとうございます。